い、こんにちは。パーカッションの高文です。今回はコンガやジャンベ、カホンなどのハンドパーカッションを叩いていると手が痛くなってしまうっていう問題についていろいろ話していきたいと思います。はい、というのもこのような質問をいただきました。コンガを練習していると手が痛くなってしまうのですが、これは仕方がないことなのでしょうか？それとも打ち方が悪いのでしょうか？とのことです。今回これに回答していきたいと思うんですけれども、まず大前提として僕は医者でも何でもないっていうのと、今回話す内容っていうのはですね、ある種思想の押し付けになりますっていうことですね。前提としてちょっと聞いていただきたいんですけれども、僕はこれを見て、直感的に思ったまま回答するとですね、おそらくこれは打ち方が悪い可能性が高いです。参考までに僕の場合を話しますけれども、もうここ何年もですね、パーカッション叩いてて、本格的に手が痛いなと思ったことないですね、実は。まあこれ慣れてきたっていうのもあるんですけれども、この痛みとか叩き方、フォームに関して人一倍慎重になってるっていうのもあります。っていうのは僕学生の時ですね、両手とも腱鞘になったことあるんですね。まあ叩き方が悪かったっていうのと、もう何時間もそれで酷使しすぎたっていうのもありましてですね、まあ無事、腱鞘になりまして、もう生活するのも辛いレベルで痛いと。で、そこからもうですね、使い方、手の使い方とか叩き方、全部見直して、フォームを改善してっていうのをやってきて、まあ今に至ると。まあ今おかげさまでですね、健康的に、腱鞘炎も治って叩けてるんですけども、もう二度と腱鞘になりたくないなっていうのがあるんで、もうちょっとでも異変を感じたり、痛みを感じたりしたらですね、それは何か問題があるに違いないって思うようにしてるんですね。例えば練習なんかしてるときに、あ、この辺がちょっと痛いかもしれないって、もう思った瞬間にその日練習やめます。で、まあ見直しですよね。あ、なんか当たりどころが悪かったのかな。フォームが悪かったのかな。あ、この辺筋肉硬いなとか。あ、そういえば昨日搬入搬出がすげえ大変だったなとか。最近寝てないなとかですね。まあいろんな考えられる原因を考えて、まあ改善できるものを改善していくと。で、こういう生き方をしてるんで、ここ数年痛みとは無縁なんですね。で、これを真似しろとは言わないんですけれども、おすすめのスタンスとしてはですね、もう痛いと思ったら叩かないっていうことですね。練習とかしてて、あ、ちょっと痛いかもしれないと思った瞬間にもうその日は練習やめ。休んで、あ、どこが悪かったんだろう。当たりどころが、あ、この辺が痛いなって。ここに集中して当たってたのかなって。もう常にこうチェックして帰り見るっていうこと、やった方がいいと思います。その方が体の故障のリスクも限りなく少なくできますし、まあ、自分の状態をですね、常にチェックして変えみるっていうことを、やればですね、より早く上達できると思うんですね。なんで、まあ、よかったら取り入れてみてください。で、パーカッションを始めたばっかりの初心者の方の場合は、まあ、ある程度はですね、叩いてて、最初は痛くなっちゃうっていうのがしょうがないかなと思います。なぜなら日常生活でこんなに物を叩くことがないからですね。でもまあ最初からできればですね、正しいフォームっていうか、いかに楽に叩くか、楽に鳴らすかっていうことをまあ学んでほしいので、ゼロから始めるシリーズをしっかり見ていただいて、その意図をですね、なるべく理解していただく。で、ちょっとでも練習してて痛いなと思ったら、もうその日は練習、お休み、叩かないっていうのですね。まあ繰り返していけばだんだんこう、体と脳が慣れていきます。で、手とか体への負担を少なくする練習の例としてはですね、まあ例えばスマホのカメラなんかで自分を撮影して、5分、練習したら、その後5分はですね、スマホのカメラで撮った映像を見るっていう風にやると、まあ見てる間は物理的に休めますよね。で、叩く見るっていうのを繰り返していくと、まあ体への負担も少ないですし、効率よく上達できるのではないかと思います。で、最後、意外と考えられるのが、楽器が悪いっていうパターンです。例えばすっごい古いコンガで、もう皮が伸びきってて死んでると。で、どんだけいいフォームで叩いても全然鳴ってくれないので、もう力任せに叩いて体を痛めるっていうパターンですね。で、古いコンガの場合は、革とかリムとかをもう新しいものに交換するだけで劇的に鳴りが変わるってことも十分ありえますので、まあ楽器の状態チェックしてみて、できれば叩ける人とか楽器屋さんに、まあ楽器の状態を見てもらうっていうのがいいと思います。はい。で、とにかく今回僕が伝えたいのは、体第一、健康第一っていうことです。で、痛みとか脳が出してるサインをですね、しっかりと聞いてあげる。で、体の痛みとかですね、ずーっと我慢してたりすると、今度それが心の病気になったりすることもありますので、まあ、くれぐれもご自愛くださいということで、で、あんまり深刻なようなら、お医者さんに相談すると。で、まあ、健康的にパーカッション叩いていきましょう。はい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッション情報を発信してますので、ぜひチャンネル登録して活用してください。で、最近ですね、この詳細欄のところにお便りフォームっていうのを作っておりますので、まあ、動画で僕に答えてほしい質問とか、動画のリクエストなんかありましたらですね、そこからいただければと思います。はい。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。